熟女に役立つ情報を毎回ゲストを迎えておしゃべりする熟女のための番組、熟女 YouTuber 村田優子の優子の部屋39回目。今週は、ビューティーケアリストが正解だったので吉川由美さんをお迎えしてお話ししています。もう最近ディスカバーメイクがすごいインパクトがあってね、はい、すいません。もうこうやってね、名前がいろいろ変わってきてますが、はい、はい、もう思い切って根拠のない自信のもとに、はい、メイク東京まで学びに行って、はい、はい、でもそこから今十何年経ってらっしゃるわけですけど、うん、現在の形に行くまでにやっぱり、はい、試行錯誤がたくさんあったと思うんですけど、最初どんなだったんですか？ただやってあげたいっていう一心で。そう、ただ本当にこう沖縄の人ってすごい綺麗な顔立ちの人がいっぱいいるでしょ、うんうん、だけど暑いからどうせ化粧しても崩れるしとか、だからもう化粧しないって言ったり、あと目鼻立ちがくっきりしすぎてるがゆえに化粧するとなんか、ケバケバしくなるから、うん、なんか、うん、アイラインとか入れたことないんですとかって、結構多いですよね。なんかまつげもくるんってなってる人も多い。可愛いですよね。そうだけどそれが逆にね、なんかコンプレックスだったりとかしてて、うん、沖縄の方の場合ね、だからもうそれをこう自然な感じで、アイライン入れたりとか、マスカラのこうつけ方一つで全然こう顔の印象が変わって、その人のこう魅力がボンって出てくる。でしょ、かそれをね、なんか今はこう伝えていく感じ、いいんじゃないですか。結構メイクきちんと、その人のいいところを教えてもらって、取り入れるようになって、人生変わってきた人って多いんじゃないですか。本当にあの最初に生徒さんで、垢抜けない、もうボサって髪のツヤもない、洋服も本当に、絶対私より年下だけど、年上に見えるようなこう服装をしてたりとか、っていう方がメイクレッスンを受けてくれるようになって、どんどん変化してきて、もう服もなんかなんていうの、明るい服を着るようになって、で美容室とかも変えて、ヘアスタイルもすごくこう艶やかな、もう今風の髪になったりとか、すると表情も明るくなるし、そしてもう一番嬉しいのが、先生あのねって、自分がやりたいと思ったことをこうできるようになったんです、なんかこれを始めることにしましたとかっていう、こう行動が変わってで来てくれるのがすごい嬉しくて、自信が出てくるんでしょうね。そう、でもそのお手伝いができるって素敵な仕事ですよね。なんか最近はあの、なんかこう活動的には、そのコーディネートのお手伝いとかもしてらっしゃるです、コーディネート、あのお買い物一緒に行ったりとか、そういうのも仕事の一環として、あのコスメもそうなんですけれど、あの中にはね、どんな服が自分に合ってるか分かんないとか、私はあのスタイリストでも何でもないんですけども、自分の感覚で、私の感覚で良ければ一緒にお洋服とかもお買い物行くとかって言って、コスメショッピングもしたり、でそれに似合うなんかお洋服を一緒に選んだりとかして、こう試着室でキャッキャ言いながらやったりとか、めっちゃ変わるんですよ。ねえ、だってねテレビとかでもあるよね、こういう変身コーナーのあんな感じ。そう、あんな感じ。もうなんか楽しそう。そういう楽しいっていう感覚を味わってほしくて、おしゃれってこんなになんか楽しいんだって、なんか奥な面倒なことじゃないんだっていうことに気づいてもらうのがすごい嬉しくて、そしたらそれで、なんか先生私ね彼氏できたとかね。素晴らしい。そこまで行くとね、楽しいね。じゃあもうぜひね、こういう由美さんの多分行って同行してる間笑いっぱなしだと思うんですけど、こういうあのあれがあるんですよね、ショッピングコースみたいなのが。たまに1ヶ月に2回ぐらい、はい、昼の部と夜の部とやってるわけですね、はい、じゃあもう行ってみたいわという方は、どうしたらいいか教えていただいていいですか。はい、あの Facebook ねやってる方は、私 の、あの Facebook 聞く川由美で検索してもらえれば、はい、出ますので、それでメッセージをいただいたり、あとメイクアップドット沖縄が私のホームページのアドレスなので、簡単です。メイクアップドット沖縄で検索してもらえると、メッセージができるようになってますので、はい、じゃあそちらの方からお問い合わせで、結構写真とかで活躍されてるのも載せてるんですよね。
あのホームページを。あ、ホームページ、うん、はいはい、うんうんうん、何なのこの会話みたいホームページをとか言って結構ねあの面白いなと思って、はい、年齢関係ないんですよね。結構ご年配の方も、うん、はい、はい、そうそう年配の方もいらっしゃるし、うん、まあ、20代の方も、うんうんうん、なんかあのおしゃれメイクっていうか自分のプライベートのメイクの方法は分かるけど、うんうん、こう仕事のあのメイク、うん、職場で適してるメイクの仕方が分かんないとかっていう、うん、まあ、大学生とかも中にはいます。そうですよね、うん、うちの娘も就職決まって、うん、この間内定式行くのに、うん、どうしようお母さんって言うから いつもと同じでいいじゃんって言ったらえこれひどくないとかって言うんでちょっとこう本人に化粧品をいくつか渡して、うん、はい、まずこれ塗ってみる、はい、次これ塗ってみるっていうのを指導しながらやったけど、うん、でもなかなかみんな分かんないですもんね。うん、で自分たちが学生の頃ってさあったよね、そういうスクールみたいな、うんうん、あの卒業式前ぐらいにね、うんうんうん、あの某化粧品会社が来てね、そうそうそう、サンプルいっぱいくれてね、うんうん、でも今そういうのあんまないのかな。今ないみたいで、私このあ今年か、うん、今年こう就活をするしてる子たちを対象に、うん、まあ、大学に行って講義をしたんですけど、うん、結構ねやっぱりみんな分かんない、うん、大学4年生そう、うん、でね自分の普段の顔ではいけないじゃない、うんうん、ねこんなつけまつげがないと生きていけないみたいな生活してると、そうそうそう、うんうん、えみたいな、うんうん、髪の色もね、いろいろあるから、うん、そういうのちゃんとこういう時はこうですよとか、その就活ももちろんそうだし、うん、あと仕事の内容に、はい、職種によってもね、そうそう、 あんまり派手なのかっていうところもあるでしょうから、うん、でもそれなりにしてないといけないし、うん、ね、やってるのやってないのっていうのじゃね、うん、いけないしね、ねえ、それは困っちまいますよね。じゃあそういうのもね、これから、うん、あのやっていくと面白いんじゃないですかね、うん、こう若い子向けのね、若い子向けね、うん、メイクね、わからない人は教えますよ、ね、みたいな、まあ、そういうの方もそうだけど、うん、まあ、あの私たち年齢ぐらいになると、うん、いろんなこう若い頃とは違う悩みが出てくるじゃないですか。そうそうそう、いっぱいあると思います。あらこんなところ、うん、なんか線がとかね、そうそうそう、アイラインなんか引きづらくなってきたとかねなんか、まあ、見えないからね、うん、アイラインが、ね、ファンデーションもさ気をつけないと、うん、溜まってたりとかする時があって、いや怖いとか、もう日向で眼鏡かけて自分の顔見てびっくりする時とか結構あって、怖すぎるみたいなのって出てきますよね。普通にあのメイクしてる感覚じゃダメですね。あと色もね、色ね、うん、そう、色もうね、うん、20代の頃の色を使ってると、うん、どんどん肌がね、そう、余計にくすんで見えたりとかね、そうそうそう、でも超浮くよね、何年前の顔してんのあんたみたいなねやっぱりその辺もね、お肌に合わせてとかいろいろあるんでしょうけど、ね、はい、じゃあ、 あの塾女の皆さんもぜひ、はい、由美さんのレッスンとか、はい、個人レッスンもやってくださるんです、はい、個人レッスンもその方のスケジュールに合わせて、うん、はい、連絡取り合いながら日程を組んだり、うんうんで普段のメイクが劇的に変わってくるよみたいな、うん、でも化粧って毎日、うん、毎日しますよね、うん、なんか化粧ってほら人に習わなくてもなんとなくできることだから、うん、ね、こうプロに習うのも なんだかなって、うん、わざわざなっていう感じだと思うんですよ、うんうん、でなんか仕切りが高いとかよく言われるんですけど、全然そんなことなくて、うんうん、本当に一生ね死ぬまで自分の顔とこの顔と付き合っていかないといけないんだから、うんうん、そしたらもっとね自分の顔好きになって、あ、こうすれば私の顔ってこんなに魅力的になるんだとか、そうだね、私ってあやばいまだいけるかもみたいな鏡見て思わずこうにんまりするぐらいの顔を作れたら、すごいもうこれからの人生、本当に40からでも50からでも60からでもメイクって教わると楽しいよね。でもね、と思う、実際みんな何かしらやるんで買って持ってるわけだから、 それも活かせるわけでしょ、うんうんうん、であと足りない色とか教えてくれたりとかってことですよね。いい ねだから思いっきりそれをね、うん、私を活用してほしいっていう感じ、そうだよね、うん、ぜひぜひ ねで
イベントとかもやるの？ちょっと体験みたいな感じでイベントとかっていうのもありなんですか？うんうん、はい、体験も OK です。はい、今のとこはもうなんかね、近いうちにあるけどもこれ満席って聞いて、うん、はい、満席なんですね。結構今人気なんですぐ満席になるみたいだから、ね、早めに見つけて、で、はい、こういうあの、うん、イベント的な情報もホームページの方に載せてらっしゃる。はい、ホームページに、はい、載せてます。フェイスブックページとかね、うんうんうん、はい、まあ、じゃあフェイスブックで探していくのが早いのかな、うん、早いのと、うん、やってない方はホームページですね。はい、そうか、ね、でもメイクいいね。旦那さんはなんかこう自分が変わってったことで、ね、うんうん、ご主人はなんか言ってました？特に何も言わないんですけど、うん、まあ、好きなことをさせてもらってるから、ありがたいね。だからもうあの、うん、好きなことを自分の責任の範囲でやるんだったら、うん、どんどん好きにやっていいよ、やっていいよっていう、いいご主人だね。です。ハの字眉毛でも鼻字は本当にねでもあのある意味宝くじみたいな感じでさ、うんうん、あの当たりだったみたいなあるかもよ。どんどん熟年になってどんどん綺麗になっていけば、うんうん、よかった。そうだよね、そうだよ、そうだよね、うん、なんかよくこうさ、あの結婚した頃はめっちゃ可愛かったのにとか、奥さんに騙されたとかいうご主人いるじゃないですか。いるいるいる。騙しちゃいないよね、真の姿なんだからみたいな。そうそう、でもね、なんかあの、うん、そう思えばほらどんどん綺麗になってってくれた方が、うんうん、旦那さんとしてもね、うん、楽しいよね、うん、きっとそうだと、うん、信じてます、ね、そう信じて、信じて、はい、ご主人をあっと言わせるメイク方法を学んでみるのも一つの手だと思います、はい、うん、あとね、一つちょっと聞きたかったんですけど、このディスカバーメイクの意味は、はい、はい、ディスカバーって、うん、あの知らなかった、気づかなかったことを、うん、新しく発見するっていう意味が、うん、あるんだ、うん、そうなので、うん、まあ、自分では気づかなかった魅力に、うん、それを知って、うん、メイクするっていう思い、うん、なんか自分の魅力って自分ではよくわからなかったりするでしょ、うん、そうだね、わかんないね。でメイクしてるうちに、うん、あ、なんか色っぽいとか、うんうん、あ、なんか本当に学生の頃のこの面影になったねっていう、可愛らしい感じになったとか、人それぞれ違うんですよ。メイク方法の理論は一緒なんだけど、こうやってるうちにどんどんその人の内面の魅力がお顔に出てくるので、なんか、え、私結構なんか色っぽいかもとか、あ、なんか私なんかアイドルっぽい可愛いみたいな感じに自分で自分を気づく方がすごいいっぱいいらっしゃるなと思ったので、あ、みんな知らないんだ自分の魅力って。知らないと思います。まして日本人はみんな謙遜するじゃないですか。なんか可愛いとか言われて、何言ってんのとか、じゃなくありがとうって言えるようなね、人になっていかなきゃいけないんでしょうけど、じゃあそういうのをこう、はい、発見できるのがディスカバーメイク、すごい。だからもう自分の本当の内側に持ってる魅力に気づきましょうって、うん、メイクは一つのそのツールなんですけどね、でも見た目ってやっぱりすごい大事じゃないですか、うんうん、そうですよ、うん、ねえ、見た目だってさ、見た目 80% とか前言われてたけど今 100% だってね、うん、そう、うん、聞いた聞いた、 100% なんだって。100になったの、うん、みんな見た目から入るんだ。あ、そうよね、今の、うん、まあ、ビジュアルね、もう見た目から本当にいろんなことが入っていくだよね、うん、なんかやっぱね、ええー、みたいな、うん、不潔そうとか、あと直感みたいなのもあるじゃん、この人いい感じっていう自分の直感だったりとか、うん、そういうのもあるんだけど、やっぱり見た目なんだって、うん、うん、いくらねこう中身が良くてもね、うん、包んでる包装紙がね、うん、あの沖縄の新聞か、うん、英字新聞かの違いもあるし、あるあるあるでしょ、うん、英字新聞でくるまれてたら、あ、なんかおしゃれっぽいだけど、うん、ね、沖縄の地方のこの、ね、うん、普通の新聞だったら、うん、ね、おしゃれっぽさはないけどね。だからね、新聞で巻いてみたいな世界に、ね、なっちゃうけどね、それは言えてる、うん、だからね、やっぱりね、それって重要みたいですよ、うん、だからこうやっぱり見た目、うん、まあ、でもそれで印象よくできるんだったら、うん、一
くらでもやっぱり営業やってる方とか、うん、今男性もみんなメイクしたりとか、うん、ねえ、東京のサロンに行った時は、うん、普通の営業マンが来てました。40代とか、うんうん、でちょっと赤みがあったりとか、うん、シミがあったりとかしてる人だったのね、うんうん、けどなんでファンデーション塗りたいと思ったんですかって言ったら、うん、いやだってこう赤みがない方が元気そうに見えるでしょうとか、うんうん、シミない方がなんか印象、うん、第一印象いいでしょうって、うん、だから営業の成績につながるために、うん、印象を良くするためにファンデーションを塗りたいけど、うん、自分でやると不自然になるから襲われに来てますっておっしゃってて、うん、だよね、うん、みんな男性もね、そら買うならかっこいい人からって思うもんね、うん、でもやっぱそこが重要なんですよね、うん、今エステもね、うん、男性多いし、ね、爪もね、ね、うん、爪もね、今ネイリストも男性が増えてるんでしょ。そうなんだ、うん、なんかやっぱりね、女だからとか男だからとか関係なく、うん、やっぱり第一印象で ね、うん、重要だと思います。じゃあ男性のメイクレッスンもお受けできる、うん、男性も希望だったら全然大丈夫ですよ。眉のね、こう、うん、ちょっとスタイリングだったり、はい、うん、でも眉毛でだいぶ印象変わりますよね。ねえ、若い子はほら結構綺麗に整えてるけどね、まあ40代50代60代、うん、まあ、ちょっとね眉のをこうスキッとすると印象がだいぶ変わったり、うんうん、変わります ね、 ねするから。沖縄の方って結構毛深い方多いじゃないですか、うんうんうん、なんか今思い出しちゃったんですけど、うん、私が沖縄越してきた時に、うんうん、あの分からないで訪ねた方がすごい毛深い方だったんですね、うん、耳からも毛が出てるような、うん、手ももちろんもじゃもじゃでって、でもその方すごく親切で優しくしてくれたので、うんうん、私の中ではあの沖縄の特に毛深い方、うん、それも耳毛のある人はいい人だみたいな思い込みがそうそうあったんだけどこの間さあの聞いた話なんですけど、うん、タクシーの運転手のおじいちゃんが、うん、もう70過ぎだったらしいんですけど、タクシーって後ろに座るでしょ、うん、で耳からさ毛が2センチぐらい長っ出てたっていう長すぎ長い分振り向いたら眉毛もすごいはずっていう話をしてたわけ。でもね、そういう人もねきっちり整えたりまた印象が変わるんじゃない、はい、もう変わる変わる、はい、ごめんなさい、うん、余談になってしまいましたすごいね、なんか眉毛長い人多いよね沖縄の人ね、女子も結構長いよね。そうね、うん、結構しっかり髪の毛ぐらいのこの太さの眉、うん、でも私も太いけどね、うんうん、結構こうパチパチって切って、でもやっぱそれでね眉マスカラ塗って、うん、印象変わってね、うん、優しい感じとかなるんだったら、そうそうそう、一石二鳥、ね、もう2016年あなたの営業成績がメイクによって上がるかもしれません。はい、はい、上がります、ね、はい、素敵。じゃあぜひディスカバーメイク男女関係なく年齢も関係なく、はい、じゃあもう一度由美さんの方からホームページのアドレスお願いしていいですか。はい、はい、メイクアップドット沖縄です。じゃあぜひこれで調べていただいて、はい、はい、行っていただきたいと思います。はい、はい、ゆうこの部屋、今日のゲストは、ビューティーケアリストの吉川由美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、でもちょっとまだまだお話ししたいんで、この後ね番組最後まで、はい、ぜひお付き合いお願いします。はい。